シュドエスト SE-2010 シュドエスト SE-2010 アルマニャックは1940年代末にシュドエストで製造されたフランスの大型旅客機である。アルマニャックは大西洋横断飛行航路への収益を目的に設計された首輪式硬着装置付きの型持ち式中翼端容器であった。第二次世界大戦のために計画は遅延したが開発作業は 迅速に進み最初の試作機は1949年4月2日に初飛行を行った。15機を生産し、エールフランスに納入されることが計画された。試作機を評価した後1952年に最初の量産機の納入準備ができた時には、エールフランスは購入機数を下方修正した。購入機数を下方修正した要因は、アルマニアックの不十分な性能であった。 大西洋横断飛行航路収益を目的に設計されたにもかかわらず、本機の航続距離はこの目的に要求されるものには足りなかった。加えて、それより短い飛行航路用に運用するには、アルマニアックは単純に大きすぎた。アンダーパワーの航空機というものは、一般的には運用するのに不経済なものであった。 わずか8機のアルマニアックが生産され4機がタイ航空に納入された。タイ航空は8ヶ月運用した後で運用に不適として運航を止めた。この4機は下げた航空に乗とされ、同社は計7機を貨物、郵便の輸送及びツールーズから仏領インドシナのサイゴンへの兵員輸送に使用した。この任務で本機は高い評価を受けたが、 その地域のフランスの統治はほとんど終了しており1954年半ばには余剰品となっていた。1955年にはその多くが解体された。2機のアルマニャックが1956年メルボルンオリンピックの際、フランスの選手団を運んだ。当時、アルマニャックはそれまで製造された民間機の中で最大のものの一つであった。 航空機用として量産されたエンジンの中で最大のピストンエンジンであるプラットホイット 2R-4360 を装備し将来のワイドボディジェット旅客機を思わせ同時代の他の旅客機よりも幅広い4.7メートルの胴体が客室の広さを感じさせより多くの乗客を収容できた160人までの乗客が収容できこれは当時としては大人数であった 不運なことにアルマニアックは性能的に失望するものであり、その後続距離は商業的成功を妨げるものであった。ありがとうございます。